やべ、ユニフォーム忘れた。やばいやばいやばい、さすがにちょっとやらかしだわこれは。試合後動画を撮っているのにもかかわらず、しかも現在ブラックサマー中というね、黒い服を着てるわけでもなく真っ白、うん、まあ、一応ロッテのホームゲームの時は白ユニっていうのが普通常バージョンなんですけどね、ちょブラサマユニで白い服、ブラサマユニも持ってない、黒いユニフォームも持ってない、しかも黒い服も着ていない、これはちょっと大惨事ですね。だけども14連勝デイブには負けられない、魂を込めて戦え、おーおーわ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 ー、あのシラフだから、普通にシラフだから、あ、これウーロン茶だからね、普通にあのアルコール入ってないからウーロンハイじゃないからこれ。はい、本日シラフで、このテンションマックス大チャンネルを、お届けしていきたいと思います。まぁ、あ、ちょっとね、先に謝らせていただきますと、動画投稿の時間が遅くなって申し訳ございません。いろいろとね、事情がありましたということなんですけれども、本日ね、プロ野球新記録がかかった、試合ということになりました。この同一カード埼玉西武ライオンズ相手に14連勝なるかというところで、本日4対1モリンズビクトリー、ロッテマリーンズがプロ野球新記録を達成いたしました。はい、この瞬間に9回の表3アウトを取った瞬間にプロ野球新記録ということでね、同一カード14連勝お見事です。まだ先は長いですけど、マジでいけんじゃない、25連勝25勝0敗いけるって。このロッテの西武との相性を考えれば全然いけるって、それを目標にね、この西武戦に関しては頑張っていただきたいなというふうに思います。まあ、本日の試合で言えばですね、朗希投手が久々のマウンドとなったということでね、まあ、ちょっと、怪我から戻ってきて最初のマウンドということで、まあ、ちょっと病み上がりね、非常に心配なところではあったんですけれども、投げてはまあ5回1失点ということでね、まあ、5回でマウンドは降りたんですけれども、しっかりとね試合を作っていただいて、勝ち投手の権利もしっかり得て、その後のリリーバーがしっかりと抑えていくということで、登板数少ないんですけど、もう6勝目ですからね、一応。何なんでしょうか、この勝ち運というのはっていうね。その勝ち運の半分ぐらいをちょっと CC に上げてほしいぐらいなんですけど、僕の気持ちとしては。はい。ということでね、まあ、本日の試合展開振り返っていくわけなんですけれども、これね、ちょっと、今日ツイッターでね、ちょろっと見たのがありまして、あ、こういうデータあるんだっていう面白いね、そういうのがありまして、相手チームが連敗している、ブラックサマーウィーク、ZOZO マリンスタジアム、朗希投手先発、これは何か起きるんじゃないかと。そんな感じのね、ツイートを上げられてる方がいまして、そうなんですよ。この4つの条件。去年のソフトバンク12連敗のあの試合、朗希投手先発でしたけれども、角中選手が代打逆転サヨナラツーランホームランを打ったあの試合ですね。なんかあるんじゃないかと。なんかありました！結果的にね、14連勝して、プロ野球新記録というところになったわけですしね。はい、なんかあったんですよ。さらに去年の上を超えてきている千葉ロッテマリーンズ。これ最高だなということでね、長くなりましたが、本日の試合展開、振り返っていきたいと思います。両先発がですね、ロッテが朗希投手、それから、ライオンズが與座投手の両先発で始まりました。1回の表ね、いきなり朗希投手、ピンチを作りますと、2アウトから蛭間選手にツーベースヒット打たれて、山村選手にね、牽制タイムリーいきなりなるかっていうところだったんですけども、これ藤原選手が、強肩見せてバックホーム上で、これピンチを藤原選手が救ってくれましたということで、これ好プレーですね。はい、その後はね、朗希投手、完全に立ち直ってくれまして、4回までを無失点で抑えていきましたと。そして、ロッテ打線の方ですね、4回の裏に先制点を挙げますということで、藤岡選手が先頭ヒット打ってね、ランナーが1人いる状況で2点取ってるわけですから、あ、これまたポランコホームランなんじゃねっていう。はい、それをね、予感させたんですけども、ポランコ選手は残念ながらサードフライ、2人もセカンドフライ、昨日ね、2試合連続アベックホームランを打ったこの助っ人コンビが、凡退してしまったところで、ここで5番今日スタメン、勝也、角中ホームラン。さっき言ったけど、代打逆転サヨナラツーランホームランを打った条件と全く同じ条件で打ってくるんですよ。
相手チーム連敗しているローキ先発ブラックサマー ZOZO マリンスタジアム、それからプラスで実況が吉田アナウンサー、打球はライトへの方ですね、その方が実況をやるとき、角中選手ホームラン打つんですよ。そういうデータがあって、今日迎えたんですが、今日もホームラン打ちました。さすがっすね、全盛期ということで、本日も先制点は千葉ロッテマリーンズに入りましたということで、しかしね、すぐさま5回の表、朗希投手ですね、先頭のデッドボールをきっかけにその後盗塁も決められて、2アウトまでね、行ったんですけども、これも藤原選手のナイスプレーありましたからね。その後鈴木翔平選手にね、タイムリーを1本打たれて、デッドボールがね、結果的にまた、失点につながりましたということで、西武に1点を返されました。まあ、ここでね、朗希投手、まあ、まだ72球っていうところだったんですけど、マウンド降りましてね、まあ、とりあえず5回までというところだったんでしょうかね。そしてその直後の5回の裏またロッテ、取られたらすぐに取り返すということで、藤原恭太ホームラン。いやー、今日はイケメンプレー炸裂でございましたね。バックホームも刺して、スライディングキャッチ、ダイビングキャッチなんかもして、それでホームランですからね。リードを広げるホームラン、これはイケメンよ。そりゃイケメンよ。この顔でそれをやってきますからね。この顔でそれやったらみんなどうだろう、女性ファン増えるかな。俺はい、ということで貴重なね、1点がロッテに入りましたということで、まあ、3対1ということでね、まだまだ試合展開わからないよと。はい、西武の方も3連戦の初戦の方、一時逆転してましたからね、これはまだまだわからないぞといったところで、後続のね、ローキ投手の後のピッチャー陣ですね、6回から坂本幸四郎投手が投げまして、10球で終わらせましたね、6回の表。そして6回の裏、先頭藤岡選手のフォアボールをきっかけに、ポランコ選手もフォアボールを選んで、代打石川慎吾選手が、タイムリーツーベースヒットを放ってくれたということで、まあ、慎吾選手のヒット久々に見ましたね僕ね。まあ、打率も2割1分4厘とね、まあ、去年とは全く石川慎吾らしくないなっていうね、そういう打率ですけれども、ここで1本ね代打で出せたっていうところ非常に大きかったんじゃないでしょうか。まあ、これがね、まあ、個人の石川慎吾選手としてもね非常に大きかったなと思いますし、やっぱこの試合を決定づける1本っていうのがねここ出たんじゃないかなと思いますんで、非常にここの1点は大きかったんじゃないかなと思います。そして7回は岩下投手が、2個の三振を含みまして3人で抑えてくれまして、8回、もう不動の勝ちパターン鈴翔、無失点で抑えないことはあるんでしょうか。あの自責入ったのはあのラオウのツーランだけよ。まだ失点はね味方のエラーとかでありましたけれども、1億条件で。そして9回ね、仙台の試合でなかなか苦しい、そして悔しいマウンドになった増田投手だったんですけれども、本日はしっかりと3人で抑えてくれまして、劇場なくロッテ14連勝ということで、おめでとうございます。ラララレッドマリウズナイン、勝利のため大きな声で歌おう、ラララララ夏の夜空に願い込めて。これを歌えるのもあとちょっとですからね。ブラックサマーもだんだん後半戦に差し掛かってきているので、この夏限定テーマ、まあ真夏っちゃ真夏ですからね、まあ、今後もどんどん歌っていくこと間違いなしだと思いますけれども、もっともっとね勝っていかないと。そして今日ホークス勝ってるし、もっともっと、勝って勝って首位のホークス、早めに早めに追撃していきたいなというところでございますんで、明日からもね、頑張っていただきたいなというふうに思います。はい、そして明日から初の京セラドームでのオリックス戦、はい、あの開幕してからもう4ヶ月以上経ってるんですけど、初の京セラドームですよ。いろいろあのオリックスのホームゲームでの沖縄でやったりとかね、もっともっと神戸でやったりとか、いろいろありましたけれども、明日が初のね、ロッテとしては京セラドームの試合ということで、もうおそらくねチケットは完売なんじゃないでしょうか。明日のね先発が宮城投手対石川歩夢投手ということで、まあなかなかねエースの宮城投手ですから苦しい試合になることは間違いないと思うんですけれどもね、やっぱ優勝していくためには勝っていくしかないんで、もう一生一生の積み重ねだと思いますんでね、明日も全力で、オリックス倒して、相性いいですから今年のオリックス戦は、しっかりとロッテらしい野球を、してほしいなというところでございます。ということで明日の試合もワインツポイント。